近代物理学のあけぼの、その系譜。第三章、ヨハネス・ケプラー。ヨハネス・ケプラー、1571年から1630年。ドイツ、天文学者、数学者、自然哲学者。天体の運行に関するケプラーの法則を提唱した。理論的に天体の運行を解明した天体物理学の先駆者であります。プトレマイオスによる天動説においては、惑星は太陽を中心とする完全な円軌道を動いていると考えられていました。惑星が逆行運動をすることは知られていたが、周天円の考え方を導入することで説明ができたのです。プトレマイオスによる天動説が完成し、長きにわたり惑星は完全な円軌道を運行すると信じられてきたのです。コペルニクスはプトレマイオス以来のギリシャ天文学に基づく天動説に対し、地動説を唱えたことで、近代天文学、近代宇宙観の先駆けをなし、幕を開いたと言えるでしょう。しかし、コペルニクスは聖職者であったこともあり、地動説を述べた主著である天体の回転を自分の死ぬ間際に出版させ、教会からの異端審問を避けるという、姑息とも思える身の処し方をした。コペルニクスは、惑星は太陽を中心とする円軌道上を運行しているという、プトレマイオス以来のギリシャ天文学と基本的には変わらない認識をしていたのです。これに対してケプラーはデンマークの天文学者ティコ・ブラーエの観測記録を分析して惑星の運動を楕円だと仮定すると観測結果を説明できることを発見し、ケプラーの法則を導き出したのです。これにより地動説が天動説よりも単純かつ正確なものとなったのです。ケプラーの法則により導かれる結論は、太陽と惑星との間に距離の事情に反比例する力によって互いに引き合っているという事実であります。ケプラーは太陽と惑星との間には磁石のような力が存在すると気がついていたが、その力の正体を解明するまでには至らなかったのです。アイザック・ニュートンによりその力が万有引力であるとされた。ケプラーの真の功績は天体運動から数学的な裏付けを持った物理モデルを抽出し、それを数学的に解析するという近代物理学の基礎となる方法論を確立したことであります。このことがガリレオ・ガリレイ、アイザック・ニュートンを経て近代物理学、古典物理学の成立へとつながっていったのです。ケプラーはコペルニクス、ティコ・ブラーエ、ガリレオ・ガリレイも脱却できなかった円運動に基づく天体論から楕円軌道の天体論を唱え、近代自然哲学を一新したのです。よって私はケプラーを近代物理学の礎を築いた
自然科学者、自然哲学者だと見ているのです。ケプラーの生涯。ケプラーは1571年ドイツ南西部の自由都市でプロテスタントの子として生まれた。当時のドイツは神聖ローマ帝国に属し、宗教的にはカトリックとプロテスタントが争っていた。1587年、チュービンゲン大学に入学し、数学を学んだ。1594年、グラーツの学校で数学と天文学を教えるようになった。しかし、グラーツを治めていたオーストリア大公がグラーツからプロテスタントの聖職者、教師に町からの退去を命じ、ケプラーは失職したのです。そんな折、デンマークの天文学者、ティコ・ブラーエに助手として招かれ、ケプラーはプラハに移った。当時の神聖ローマ帝国の首都はプラハ。ティコ・ブラーエは神聖ローマ帝国の皇帝、ルドルフ2世の皇室付き帝国通学官として仕えていたのです。ティコ・ブラーエはデンマークの貴族に生まれ、彼はデンマーク王フレデリック2世の支援を受け、ベントーニ・ウラニボリ天文、テルネポリ天文台を建設し、大量でかつ精密な観測記録を残したのです。フレデリック2世が死亡すると、1596年、ほとんどの観測装置と観測記録を持ってプラハに移住したのです。1599年、神聖ローマ帝国の皇帝、ルドルフ2世の皇室付き帝国数学官として迎えられたのです。彼は自分の研究を補佐するために、何人かの数学者と天文学者を雇い入れたのです。その中の一人が、ケプラーだった。ケプラー自身は助手として雇われたのではなく、共同研究者として招かれたのだと思っていたようです。この意識の差がティコの死亡後、残された観測データの帰属をめぐり、ティコの親族との間で確執を生んだのです。ティコの残した膨大な観測データは、望遠鏡が使用される以前の肉眼による観測としては最高の精度を誇るものであったのです。1601年、ティコは倒れ、亡くなる直前に、ケプラーを皇帝数学官にするように、ルドルフ2世に要請したのです。ティコ・ブラーエは自分の観測記録をまとめ、分析する前に死亡したが、弟子である共同研究者のヨハネス・ケプラーが観測記録を解析し、ケプラーの法則を導き出したのです。ケプラーの法則に関しては、次の章で解説します。